はい、いう気持ちがですね、今大会原動力になったと田中監督も言ってますね。はい、お互いにね、学校の中でライバル意識っていうのを持ってるんでしょうね、うん、長いボードを入れる9番の青木がヘディング、そして平石一旦下げて岸上がシュート、決まった。先制点は安、手元の時計前半の28分を回